見たー、出たわね、出たわね。ジム入っていくの見えたから走ってきちゃった。この前は勝負できなくてごめんね。いや全然しなくてもいいんだよ。あ、全然そんなんじゃないよ。戦いたくて追いかけたわけじゃ。でもちょっとだけ勝負はしたいな。いい？それうーにしたら、ちょっとだけ3匹だけでいいからね。そんな、今の三田に合ったポケモンで戦いたいな。ごめん、少しの間手持ち考える時間ちょうだい。その間三田はジムへの挑戦を先にどうぞ。怖っ、怖い、あの人ガチだよ本当に。もう怖い怖い。チャンペルジムへね。でもネモちゃん女の子だったからよかったけど、男の子であの性格だったらちょっとツボだったな。チャンプルジムのジムテストは秘密のメニューを注文せよ。チャンプルタウンで大人気のお店宝食堂にて。ちょー、今この街にはあなた以外に3人のジムテスト挑戦者がいます。秘密のメニューについてそれぞれ違ったヒントを知っています。挑戦者同士でポケモン勝負をして勝った方が負けた方のヒントを教えてもらってください。集めたヒントをもとに宝食堂の店員さんに秘密のメニューを注文してください。注文できた1名のみが。常連さんの食べ方、宝食堂の常連さんに話を聞いてみるといいかもですね。ちょっと宝食堂はダメだって。宝食堂バグるのに、あそこに、てか多分その関係で今バグったんだろうな。メニューのヒントか。あ、いるわ。いたな。ヒント知ってる？それじゃ任せて聞き出すね。怖いな。初めてエラー出たな。ヒントを奪い合うジムテスト、いやらしいわ。あ、めっちゃお金くれる。で、階段に囲まれた暗闇？こんな街の中に暗闇なんてあったっけ？あそこ？劇場になってて演劇やコンサートをしてたの。むむむ？おや？奥にうっすらと文字が書いてある。大文字。え？大文字。大文字焼きみたいなのがあんのかな。なんかこの街ちょっとバグるな。あ、嫌がった。ヒント教えてもらおうか。とりあえずまあレベルがちょっと足りなくなってきたから全員倒すか。大丈夫かな、入る前に。あ、やろう手が開けたら自分のヒントを教えるんだっけ。今それどころじゃないです。やろう手、立つな、座れなあ。マスカーニャ、草悪か。悪ねー。うん、トリックフラワー、必ず命中して急所にも当たる。電光石火いっかわ。普通に立つんだもんな。てか浮いてるんだと思ってたこのキャラでさ、浮いてもないんだ浮いてもないんだね。ちょっと写真撮っとくか、記念に。あー、どこ行った記念に写真撮ろうって。ちょ、すすすす、やばい、着替えちゃう。こっちじゃなくて、
はい、写真撮るよ。こっち向いて。なんか、ツンだな、すごく。こっち向いて。あれ？寝ちゃった。なんか浮いてる。葉っぱ浮いてるわ。寝ちゃったよ。ちょ、戻って戻って。まあ、かわいい。かわいいはかわいいよな。あんなに明るかったニャオハが。青い鳥ポケモンの声。青い鳥ポケ？あいつか？聞いてごらん。イキリンコが喋るよ。え？喋るよ、喋るよ。かわいいだろう。こんなの朝飯前さ。朝飯前、朝飯前。二人前、二人前。あ、二人前だ。何かを二人前だ。にゃおはハードル上がってたけど、まあ全然最初から立つ予定だったんだろうな。事務テスト受けてる人ですよね。教えて教えて。ゲーフリの人たちめっちゃ受けてただろうな。まだ立つなって言われてますよ。どうせ立つないな。ポケモンみたいにヒントも交換できればいいのに。アイス屋台の仲間外れ。え？アイス屋台。近くにあるんやね。これは？クレープだけど。アイスの中に変なのが混じってたりとか。ねえな、クレープでいいのかな。何かあるんじゃねえのか。関東出身のクレープだけどな。うわ、今の移動の仕方ちょっと怖かったよ。そんで常連さんに話を聞くらしい。どうだ。よし、入った。危ない。常連さんに話を聞く。この店ポケモンのテラスタイプをチェンジできるらしい。普通に飯もうまい。そうなんだ。こんなうめえ料理食ったのは初めてだ。ここでチェンジできるんだ。あっと驚く仕掛け。秘密のメニュー、ちょっとわからないわ。あ、これあれ、むしゃむしゃもぐもぐ。常連さん、いかにも自分はこの店によく来ています。事務テスト挑戦者ですか。レモンを絞るとさっぱりとしてうまいですよ。レモン、てかこの人が事務リーダーじゃないのか。くそ、カメラアプリ使えないか。近くで見たかった。へえ、じゃあ秘密のメニュー、ヒントは集まりましたか。秘密のメニューを注文せよ。よくわかんねえな。え？え？二人前？レモンを絞るとうまいやつは、でも焼き魚しかないけど。え？いや。え？何もわからない。クレープの下りは？あれ？順番ある？焼き魚。二人前。あ。大文字。付き合わせに。あれ？クレープの下りは？なんか最初が違う。最初が違うな。オーダー入ります。違うな。
普通のメニューが出てきた。ありがとうございました。またどうぞ。もう一度注文してみよう。え？アイス屋台の仲間外れってなんだ？え？アイスはいかがですか？あ、下になんかある。おい。下になんかあるで。そこかい。そこかーい。ガチャ。バグるな。バグるな。ありましたわ。ジムテスト、秘密のメニュー注文せよ。焼きおにぎりで、2人前で、大文字で、レモン。焼きおにぎり2人前、強火、大文字、レモン添え。喜んで、愛用、焼きおにぎり、大文、レモン添え。え？ゴゴゴゴゴゴゴ。なんだ？フィールドがこれ、バターンってひっくり返ったってこと？お客さんごと。すげえ、ジムテストクリアです。ジムリーダーと勝負する資格が与えられます。ここでご飯食べてた人たちは、デスゲームの会場に送られたんだろうな。すっごいや。話せねえ。話せねえんだ。非凡サラリーマン、ジムリーダー、青木に挑みますか？はい。それではバトルコートへお上がりください。青木さん、出番だよ。出たわね。絶対これ孤独のグルメだわ。どうも。ちょっと頭きてるな。自分がチャンプルジム配属ジムリーダー、青木です。ジムテストお疲れ様でした。この店は焼きおにぎり以外もうまいです。そうっすか。雑談ばかりしてると上司に怒られますので、勝負を始めましょう。働きながらジムリーダーしてるの大変そうだな。お世話になります。青木です。何卒よろしくお願いします。サラリーマン大変だな。ネクタイかわいいな。でもあ、埋まってる。やばい、このフィールド埋まる。ちょっと草が生えてるんだろうな。食後の腹ごなしも兼ねてほどほどに行きますよ。似てるなあ。おしゃれだなあ、ここのフィールド。竜が如くみたいじゃない？よくわかんねえけど。ワヨン。ノーマルタイプのジムリーダーだもんな。いいよな。まねっこいいから。ノココッチ。え、ノコッチって、あーそっか。え、ノココッチ、そんなでかっ進化するんだっけ。ノコ、え、でかっ、キモ。え、そうだっけなんかでかくてキモい。イエーイ。進化するんだっけそうだったかな、そうだったかなと思いながら戦おう。うわー、いてー。気合で麻痺直せ。進化系もらった？ここに来て。お、メガトンキック。メガトンキック。いいね。ノココッチ。ムクホークはまずいなぁ。ムクホークまずいなぁ。
一回そのまま行くけど、上司に詰められるよりかはまだまだ余裕がありますね。飛行技してくるだろうしな。テラスタルしてケタグリ、なかなかやりますね。負けそうですよ。こら青木さん、シャキッとしなさいよ。腹ペコのお客が待ってるよ。いいとこ見せてちょうだい。やばい、うちのフラミンゴが食われる。この話の流れだと食われる流れだ。なんだ、うちのフラミンゴ食わないで。青木さんも学生さんもどっちも頑張れとのことです。ちょっとはサービスしますかね。サービス残業して。サラリーマンも大変だな。てかこれがノーマルの、ノーマルがダイヤなのか。頑張れ、こっちもなんとかしろ。でも飛行技こっち抜群なんだよね。エアスラッシュで死ぬと思う。麻痺ってるんでエアスラッシュで死ぬかもね。頑張れー。うわー、つばめ返し、うわー危ない。いっけー、おらー、うー、次、次の技なん、避けろ、ちょいきもちょいきもー、避けろー、うわーうわー、ちょいきもー、よう頑張った、よう頑張ったねー。そうだな、飛行技打ってくるから飛行技打ってくるから、まあ、確かにスワロフスキーみたい。社会人お得意の技出してもよろしいでしょうか。どうぞ。から元気出た、から元気な、悲しい。なんか最近のゲームって社畜ネタ多いよね。やばい、強い、なんとかなれ。ノーマル、まあでものしかかっとるか。強いな、いやー強い、から元気強いです。これが社畜の技。そうだな、あ、でもそっか、桃太郎ゴーストだから、いやでもそしたらツバメ返ししてくるか。まあそれでいいですね。いて、いっけー、もうかっこいい、かっこいいんですけど。吸収に当てた、えらい。マジでソーブレーズかっこいいな。よーし、いっぱい食わされました。うまい、うまい、自分の負けなのでバッジを渡すのですが、あ、戦ったら腹減りました。よければ一緒にどうですか。食いて、いいね、かわいいね。焼いてないんかいって思うけどね。チームバッジが5つあればレベル45でポケモンは、おーい、どこ行くねん、捕まえやすい、いうことも聞きます。あなたのような元気な子には必要なさそうですが、こちらもどうぞ。いやいや、プレイヤーには必要ですよ、プレイヤーには。この料理は味があってうまいんです。食事のお代はいりませんよ。これでも大人ですので。
それでは失礼。青木さん、なんて気だるげなサラリーマンなんだ。あ、ジムリーダーに勝利おめでとうございます。チリからユニークなトレーナーがいらっしゃるとお聞きしていましたの。やはりあなたでしたか。先ほどの試合拝見しましたが、とてもファンタスティックな実力の持ち主です。その調子でチャンピオンランクへと駒を進められましたら、近い将来ぜひともあなたをポケモンリーグへとスカウトさせ、ミト、戦うポケモン決めたよ。ジムの勝負を見てた。また強くなっちゃって。チャンピオンネモ、お久しぶりですね。え、なんでトップがミトと一緒に？実は今バトルしようとしてたんだよ。あれ、ちゃんと説明してなかったっけ？この人はね、みんなが憧れるチャンピオンランクのさらに頂点。トップチャンピオンの桃高さん。白名さん的なやつか。ポケモンリーグ委員長と兼務でやらせていただいてます。偉い人いっぱい出てくんな。ジムの視察できないほど忙しいんじゃなかったでしたっけ。こちらは別件です。この度は有望な人材をヘッドハンティングに参りましたので。ヘッドハンティングされちゃう。え、ミトも有名人なの。ミトは私が最初に目をつけたんですから、トップでも横取りダメです。ちょっと僕のために争わないで。大人気ですね。そうだミト、約束のポケモン勝負しよう。早く早くバトルコートへ向かうよ。お待ちください。え、何ですか。その試合私もぜひ見学させていただきたく思いまして。悪役かな、桃高さん。あは、私は全然いいですよ。ミトもいいよね。いいよいいや。お二人の攻防楽しみです。なんだ、それでは参りましょうか。参るか。怪しいな、桃高さん。絶対悪のあれだよ。水戸にもう一回説明。いろんなジムを巡ってバッジ集めていくと、ポケモントレーナーの最高峰に挑戦することができるんだ。ええ、ポケモンリーグですね。テーブルシティの北西に位置しております。ポケモンリーグ最強の称号、チャンピオンランクのトレーナーが新たに生まれる場所。ジムバッジを8つ手に入れたらテストを受けることができて、最強の試験官と戦って勝てばチャンピオンになれるんだよ。その時の気持ちになって今からイメージトレーニング。ちょ、今うちのフラミンゴ死んでるんですけど。最高の舞台目指していざ勝負。あら、お待ちください。ミトさんのポケモンは少しお疲れのようですよ。そうなんですよ。さすが桃高さん。ごめん、早くやりたくて配慮足りてなかったです。ほんまやで、トップのおかげで準備万端だね。気を取り直してミト、今回も実りある勝負にしよう。ここでこんな道で。こんな道端でいいんですか。勝負を仕掛けてきた。ガルガンか。かわいい。かわいい方だね。トップの前だからって緊張しないでリラックスだよ。まあ。格闘で。うわっ。うえ、レベルがギリギリだな。うちのいいのもらっちゃった。技の威力も冴えてる。うちのやんちゃフラミンゴが桃高さんに見られちゃう。パモットか。電気だね。電気格闘。主人公は相手が出そうとしているポケモンが分かるという特殊能力があるからな。いけー。ていうか3匹だけって言ってた気がしたんだけどな。4匹になってるな。さっき
お願い3匹だけでいいからって聞いたような気がしたんですけどね。気のせいだったかな。うわーうわー、パワージェムか。パワージェム、うわー、パワージェム欲しいな。紙パンで麻痺状態にできるからいいか。いや、あやぴかいらねえな。パワージェム覚えた。主人公はエスパータイプ。ヌメラか。ヌメラに対抗できねえ。かわいい。てかヌメラ持ってるってことは最後ヌメルゴン持ってくるってことかいな。それ良くないですね。早くドラゴンに対抗できる力を手に入れなくては。上がんねえなー。ヌメラ持ってるよ。痛い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 。よいしょ。もう一回。うわあ、むにゃ。ウェーニバル？ウェーニバル？じゃあマスカーニャ出すか。めちゃくちゃ不評と言われているウェーニバル。トップ見てますか。私追い込まれてるでしょう。追い込まれてるな。出た、踊ってる。あ、様子を見る。どれどれ、これは不評だわ。まあ、キャラデザデザインはいいけど踊らなければいいのにな。じとめだな。テラスタルしてくんでしょう。あれ？してこない。最終進化か。ホゲータの噂は全然聞かないな。ところで、にゃーん、テラスタルするなら今、トップの目も輝かしちゃう。白白、テラスタルタイプ途中で変わったらすごいな。ネモちゃんのポケモン何で来るか分かんなくなったら強い。トリックフラワー、お、かわいい。これは専用技？かわいいね。急所に必ず当たるのすごくない？ここぞって時の急所やっぱり持ってるよね。え、絶対じゃないのかな。踊らないでほしいね、これね。なんか各国の踊りがテーマらしい、最終進化は。なんやねんそれ。辻斬り、噛みつく、うん。勝った。にゃーん。ミトのこともっと注目されちゃうね。ごめん。ごめんって。でももともとネモちゃんのものじゃないから。僕。怖い怖い。ヤンデレ怖いよ。あ、強キャラの拍手だ。チャンピオンネモ相手にここまでの戦いぶり、見事な試合楽しませていただきました。トップさえ認めるポテンシャルすごすぎ。私もうかうかしてられないよ。初めて会った時からなんとなく分かってたけど、ミトなら絶対チャンピオンランクになる。残りのジムも絶対絶対大丈夫だから。そうかな。未来への投資としてこちらを受け取ってください。積み立てニーサテラバースト。なんそれ、これ地面技違うな。ん、テラスタルだとテラスタイプのエネルギーを放出して攻撃する。強っ。なんだこれ。テラスタイプに応じて技のタイプも変化しますよ。ミトとならいずれ最高の勝負ができる。私ももっともっと頑張るね。
横切っていった。友情、応援、それとも期待でしょうか。いや、あれは執着ですね、バトルへの。ニコ、いえ、きっと彼女は確信してるのでしょうね。何ですか。先ほどのジムまでお送りいたしますね。え、あそこバグるんでやめてください。あ、ジムの方か。宝食堂の方に連れてかれるかと。ふんふん、ワザマシンマシンで新しいワザマシンが作成できますが、よっしゃ、次だ次だ。次は氷タイプのところってまだかな。ジムリーダー誰だっけ。チャンプルジム誰だっけ。うわ、授業の続き受けられるようになってる。授業受けてこようかな。でもな、授業は別に裏で受けていいかなって思っちゃう。キノコ、キノコが逃げてる、キノコが逃げてる。これはあれか。じゃあ次はあれ行くか。主行きましょう。砂漠のところの主、とても凶暴なポケモン、とても凶暴なの。でもこの辺じゃない。じゃあこの辺からスタート。そろそろ主ポケモンいけるだろうと思ってるんですけど、まあこんなところで。わーい、電流ちゃん洗うか。かわいい、なんか意外とテカテカしてる、意外とテカテカしてる。頭触ると嫌そう。なんかトリトドンがすごい手前に、めっちゃ手前にいるね。かわいい、でっかくなった。マスカーニャも洗うか。なんか洗っていいのかな、こんなめちゃめちゃ人間の体なのに洗っていいのかな。でも可愛いな、なんかこう見ると微妙かなって思ってたけど、あ、なんか可愛い、動きが可愛い。これでオスですからね。これでオス、お前頑張ってるな。フラミンゴは頑張ってるよ、ほんと。洗うよ。マジかっけえ、人型が多すぎ。シャワシャワー。あ、いや、そう、あ、濡れるの嫌なのかと思った。いただも洗おう、コアグチャ洗おう、この目の第3の目も洗おう。あー、食べちゃう食べちゃう。これで男子ですからね、トレーナーに似て。いやー、僕これはほら、だってギリ、いや顔つきが男の子だからね、見えねえ。顔が男の子じゃんね、僕なんてもんはね、言うて。イーブイも触ってみよう。ペペイ、お前は将来何になりたいんだ。将来なりたい部位を言ってみな。泡が、何になりたいのかな。ま、なりたいやつになりな。